ラウエルツ湖は、スイスのシュビーツ州シュビーツ郡にある湖。ルツェルン湖とツーク湖の間にあり、最大水深は14メートルで、スイスで最も浅い湖である。ラウエルツ湖は、シュタイナーベルク山、リギ山、ミューテン山の間にある。シュビーツ郡のシュビーツ、ラウエルツ、シュタイネンの3つの基礎自治体に分けられている。南岸近くに2つの島、シュバーナウ島と、 無人島で木が生い茂っているロッケンブルク島があり、ラウエルツ市に入っている。季節によって深さと面積が大きく増減する。面積は最も小さい時で310ヘクタール、最も大きい時で360ヘクタールである。深さは最大で14メートル、水面標高は447メートルである。湖に流れ込む主な河川はシュタイナーアー川であり、 主体年村を流れて、湖の北岸に流れ込んでいる。また、ゼーベレン川が、ゼーベンから流れ出ており、川口から 1.5km 地点で向おータ川に合流し、2.0km 流れて、ルゼルン湖に注ぐ。夏季には、湖で泳ぐことができ、また、東岸の守備位置市ゼーベンにあるリゾートでも泳ぐことができる。また、ゼーマットパーク計画によって、 反対側のラウエルツにもリゾート建設が計画されている。冬季に湖面が凍結すると発酵ガスの気泡が氷の下で形成され、若者たちが穴を開けてガスに火を灯して遊ぶことがあり、危険なため注意が喚起された。湖の名は湖に面する町ラウエルツから来ている。1806年にはゴールドウジスベリによってラウエルツやゼーベン。 アルト軍ゴールダウなどに地滑りや20メートルもの津波による被害があり、457名が犠牲となった。また1999年や2005年には洪水が起きており、ラウエルツなどの湖岸付近の建物が被害を受けている。そのため、湖面を制御するためにルゼルン湖とトンネルで接続することが試みられている。AB、ラウアーズ、ラックで。 ヒストリカルディクショナリーオブスイツアランド二千十五年七月九日閲覧 AB マップジオアドミン CH スイスコンフェデレーション二千十五年七月八日閲覧スイスの湖ラウエルツコ、二千十七年五月十九日閲覧カーレティラウエルツ市税マット計画二千十七年五月十九日閲覧シュビーツの危険流す遊び バーアナー・サイトゥング・ホーム14フェブルア2012レイク・モンスターズザ・エコノミスト https w w w e c o n o m i s t c o m ニュースサイエンステクノロジー21565583ミレニアムハーフアゴージュネーブワズデストロイド・ジャイアント・ウェーブリーセント・リサーチ2015年7月8日閲覧ありがとうございます